第9位にランクインしたのは、第9位には、関ジャニ∞と平成、ジャンプが同率ランクイン。関ジャニ∞は現在、横山豊、村上信五、丸山隆平、安田章太、大倉忠義の5人で活動しているが、2004年8月に、なにわいろは節で関西限定 CD デビュー。同年9月に全国デビューした当時は、他に、渋谷すばる、錦戸亮、内博樹の8人だった。うちが2005年、メインボーカルだった渋谷は2018年、錦戸が2019年にグループを脱退した。今年の夏は、ロックアイエヌジャパン FES2023、イチチャンスフェスティバル2023に出演することも話題になっている。アイドルとしてかっこいいだけでなく、バラエティなどでも活躍する面白みがあるグループ、31歳、男性。メンバーのキャラクターがよく見ていて楽しくなる、33歳、男性。コンピュータ関連以外の技術職。メンバーが減っても残りのメンバーの安定感がある、30歳、女性。金融関係、山田涼介、伊能圭、知念優里、中島優斗、有岡大樹、高木優也、八乙女光、矢部浩太、森本龍太郎、岡本圭人の10人で、ウルトラミュージックパワーで CD デビューした平成、ジャンプ。森本と岡本が脱退し、現在は8人で活動している。今年6月17日にグループのインスタグラムに香木と山田が、元メンバーの岡本とのスリーショットをアップしたことが話題になった。中学生の頃からずっと推してる、29歳、女性、営業、販売、テレビなどで活躍していて面白い、39歳、男性、コンピュータ関連技術職。小学生の時に見た、左目探偵愛に出ていた山田くんがとてもかっこよかったから、26歳、女性、学生、フリーター、第8位は北山博光。脱退を控えるキスマイ。第8位は、キスマイフット2。キスマイは、玉森裕太、藤ヶ谷太輔、北山博光、千賀健と、宮田俊也、横尾渡、二階堂隆で2011年に、エブリーバディーゴーで CD デビュー。10年以上7人で活動してきたが、北山が8月31日をもってグループを脱退、ジャニーズ事務所を退所することが決まっている。メンバー全員の個性が豊かで、それぞれ活躍しているから、下積みが長く苦労している分、一層魅力的に見える、26歳、女性、学生、フリーター。デビュー当初は3人、4人の格差があったように思えるが、最近は各々の個性を生かした活動があって面白い、31歳、女性。いい意味でジャニーズっぽくないところ、25歳、女性。第6位はキング&プリンス、スノーマン。第6位は、キング&プリンスとスノーマン。キング&プリンスは現在、永瀬角と高橋海人の2人で活動。5月に脱退した元メンバーの平野紫耀と神宮寺勇太は滝沢秀明の新事務所にて再始動。岸優太は9月にジャニーズ事務所を退所する。4月に、永瀬は、ラストマン全盲の捜査官、TBS 系、高橋は、だが、情熱はある、日本テレビ系で俳優としての活躍が話題となった。7月2日には、二人体制になって初のファンミーティングが行われ、新曲、何者のほか、5人体制当時の曲も披露した。3人脱退してしまったけど、二人で頑張ろうとしている姿が応援したくなる。26歳、女性、営業、販売。バランスがいい。37歳、女性、主婦。二人になってから気になるようになった。32歳、女性、主婦。かっこよくて歌もうまい。36歳、女性、総務、人事、事務。スノーマンは、深沢達也、岩本照、宮舘涼太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、佐久間大介、渡辺翔太、ラウールで2020年1月22日にデビューシングル、D/D/イミテーションレインで、シクストーンズと同時デビュー。グループの冠番組、それスノーマンにやらせてください。TBS 系はゴールデンプライム帯に進出。今季、目黒はドラマ、トリリオンゲーム、TBS 系で主演を務めるなど、メンバー個々の活動も多い。ダンスがジャニーズ一のレベルで、見ていて楽しいと思える。バラエティのスキルも高いし、箱押しがしやすく、オタ活の多幸感がある。19歳、女性、学生、フリーター。歌だけでなくトークも面白い。33歳、女性、主婦。9人全員の個性が強くて、
面白いのにライブではビシッと決まってかっこいい。29歳、女性、主婦。男から見てもかっこいい。37歳、男性、コンピュータ関連以外の技術職。第4位は TOKIO、シクストゥーンス。第4位は TOKIO とシクストゥーンス。TOKIO は現在、城島茂、国分太一、松岡昌宏の3人で活動。1994年に、Love You Only に、元メンバーの山口達也、永瀬智也と5人で CD デビューし、2018年に山口、2021年に永瀬が脱退した。キンプリの永瀬と高橋がゲスト出演した7月27日放送の、TOKIO×フジテレビ系でメンバーの脱退についても話題となり、松岡が、我々 TOKIO だって山口に対する気持ちも永瀬に対する気持ちも変わってない。みんなそれぞれの道で頑張ってくれないと屋号を残したことの意味がないと元メンバーに言及したことが話題になった。TOKIO は男性でもひいき目で見ている人は多そう。鉄腕ダッシュでの実績だと思うし、メンバーさんたち頑張ってるなと思う。35歳、男性、デザイン関係。鉄腕ダッシュをよく見ているので好感度が高い。39歳。男性、学生、フリーター。家族の影響でバラエティ番組に出ているのを見て、魅力的に感じた。面白いし、見ていて飽きない。26歳、女性、コンピュータ関連技術職。曲がいい。35歳、男性、容姿、年齢が大人でかっこいい。21歳、男性、いろいろ地道な活動をしている。37歳、男性、シクストゥーンスは、コーチユーゴ、田中樹。ジェシー、京本大我、松村北斗、森本慎太郎で2020年1月に、イミテーションラインスラッシュ D、デスノーマンと同時デビュー。8月4日には、11枚目のシングルとなる、CREAK の MV が公式 YouTube プレミア公開された。この曲は、松村がなにわ男子の西畑大吾とダブル主演を務めるドラマ、ノッキンオンロックドドア、テレビ朝日系の主題歌となっている。初見は、少し怖い。パフォーマンスを見ると、すごくかっこよくてオラオラ系がめっちゃ似合う。YouTube を見るとみんなでわちゃわちゃしてて、男子高校生みたいなノリが面白く、ギャップがすごすぎて飽きない。14歳、女性、学生、フリーター。昔から大好きな京本大我がいる。ライブ中はかっこいいのにバラエティや YouTube になるとみんな無邪気で可愛い。24歳、女性、学生、フリーター。みんなかっこいい。ダンスもできて俳優もできる。38歳、女性、主婦。森本慎太郎が好き。22歳、女性、学生、フリーター。ジャニーズっぽくないけど、なんか男のファンも虜にしそうなかっこよさ。歌が好き。29歳、女性、学生、フリーター。24時間テレビ、日本テレビ系でメインパーソナリティのなにわ男子も。好きなジャニーズグループ、トップ3はこちら。画像。TOKIO と並んだ男のファンも虜にする第4位の実力派グループは